岡崎美穂殺愛番組おみほと、本日は第2回目です。はい、そして初めてお招きする記念すべきゲストの方はですね、水木奈々さん、内田優馬さん、佐治の吉田拓海さんです。皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。わーわー、すいません、テンションがいい感じですね。あのこんなに緊張伝わるの？そう、すごい、ずっと頑張れって思ってた。緊張がする。お見事。それでは早速ゲストの方々のご紹介をさせていただきたいと思います。まずは声優として史上初の東京ドームコンサートを開催するなど、アニメファンのみならず幅広い層に絶大な人気を誇り、10月27日にはニューシングル Get Up Shout が発売となります。水木奈々さんです。はい、皆さんこんにちは、水木奈々です。よろしくお願いします。ありがとうございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。続きましてですね、数々のアニメ主題歌を担当し、本日ゲストでお越しいただいている水木奈々さん、そして内田優馬さん、他、数多くの人気アーティストさんにも楽曲提供されるなど、もうクリエイターとしても活躍中、そして10月27日にニューシングル葉月をリリースされます、北海道出身3ピースバンドサジから、ボーカルの吉田拓海さんです。吉田拓海です。よろしくお願いしますお願いします、はい、そして最後に、2013年に声優デビューをされて以来、バナナフィッシュのアッシュリンクス役、フルーツバスケット相馬教役、呪術廻戦の伏黒めぐみ役などなど、もう数々の人気アニメにご出演されて、2018年よりアーティストデビュー、そして9月22日にはセカンドアルバムイコールを発売された内田優馬さんです。はい、皆さんどうもこんにちは、内田優馬です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや、改めて豪華すぎる皆様に来ていただき本当に感激なのでございますが、早速ですね、どんどん皆様に質問させていただきたいと思います、うん、はい、早速なのですが、水木さん、はいはい、私はあの学生の頃からですね、ずっと水木さんに憧れて声優を目指しておりまして、はい、嬉しいです、ありがとうございます、はいはい、あの本日こうして初めてあの声優になって、はい、なんかあのラジオ番組 の、 あのスペシャルあの電話みたいになって憧れのあの人と電話、あの現場でお会いできて本当に嬉しく思っております。はい、私も嬉しいです、はい、まあ、あのまさかあの時の、はい、あの時の美穂ちゃんがと思ってありがとうございます。ね、はい、あの、はい、昔とある番組でお会いさせていただいているんですけれども、はいはい、覚えていらっしゃる？もちろんですよ。そのインパクトたるや本当にね、可愛かったの。私一生懸命私の歌を歌ってくれていて、はい、もう素晴らしかったんです。あのもっと踊りながらもう完璧で、そう、上手だったんで、もうその時にもう、ね、その声優目指してるって話を聞いてたので、うん、はい、いつかね現場で会えるといいななんていう話をしてたら、うん、まさかこういう形でね、同じレベルメイトになって、いや、すごいこと、いや、本当にありがとうございます。ありがとうございます。あの頃からそのいつか現場でっていう言葉を聞き、はいはい、私もあれからあの声優の勉強を学校に通ったりして、うん、はい、同じレベルでって本当に嬉しく思います、うん、本当にありがとうございます。こちらこそ頑張っていきましょう、はい、頑張っていきます。ありがとうございます、はい、この空間尊い。すいません、ちょっとなんか味わったことのない感情です。ありがとうございます。はい、でちょっと荒うってしまったのですがですね、今日は視聴者の皆さんに、あの知りたい水木さんの新曲についてもどんどん質問させていただけるとのことで、はい、私自身本当に嬉しく思います。今回のニューシングル Get Up Shout、私も拝聴させていただいたんですけれども、はい、奈々さんの力強いボーカルが本当にとても素敵で、あのこの曲を歌うにあたって一番大切にされた点をお聞きしたくて、はい、歌始まりの曲なので、はいはい、で歴代のシャーマンキングの主題歌、はい、オーバーソウルとか、ね、ノーザンライツも歌始まりなんですよ、はい、やっぱりあそこがものすごく印象的だったなって、うん、こう20年前思い返してもあったので、そうですよね、なのでその冒頭のフレーズをとにかく
皆さんにこうガッとあのこう届くようにというか胸をわしづかみできるように特になんかエネルギーを込めて、はい、歌ったところですね。じゃあもうマイク前で最初に入る時からそうですね一番最初からギアを入れ てそうですね、もうトップギアでもうそこでもう本当にあのダーツのブルを狙うようにスカーンと声をスカーンとレーザービームのようにスカーンと届けるみたいなそんなイメージ で、なんかこのスカーンとされるときにこう何かこう心がけていらっしゃることとかって、はい、邪念は一切持たない邪念もうだからもういろいろ考えてはいるんだけど、はい、もう音楽と一体になるもうただそれだけここをこういう歌い方にしようとかニュアンスとかっていうのを細かく考えるんじゃなくてもう一体になってそのままもうなんだろういけるとこまで行くぞっていうようなもうゾーンに入るみたいな感じですかね。朝ね、なんとなく選ぶ服もなんとなくその曲の雰囲気に合ってるものになってたりとかで入った瞬間にパッと入ってスイッチがで自然とそこに入っていくっていう感じなのでこう自分でよし下ろしてとか変なこうスイッチングっていうのは特に考えてなくてもうアーティスト活動を続けられてきた中で、うん、そういうスタイルというか、うん、なんか自然と出来上がってて、はい、なるべく自分がやっぱり心がけてるのはあのニュートラルでいること、うん、で あまりにも今度また歌い込みすぎていくと、はい、もう自分の濃い個性だけがそこに乗りがちなのでなんかすごくフラットな気持ちでその場でディレクションしてくださる方のアイディアとか、はいっていうのもすぐこう柔軟に対応できるようにっていうのをいつも考えてて、はい、であともその瞬間に出たものを大事にしたかったりするのでなんか初々しさみたいなものは絶対消したくなくて現場で生まれるものそうだから程よく練習して行くっていうすごい難しいんだけど、はい、もちろん練習はするんだけどしすぎてもなんかね違うんですよ、うん、またライブへ向かう時とはまた違うのレコーディングってそうなんですねなんだろうやっぱりその出会ったばかりのあのバーンっていう、うん、もう衝撃的なエネルギーっていうのが、はい、私は絶対 CD に必要だと思っていて、はい、すごく初々しい気持ち半分でもなんかこうこれから何かいろいろ変化していきそうな気持ち半分だけどボトムは絶対しっかりぶれないものがあるみたいな、うん、なんかこういいバランスをいつも狙ってレコーディングに入っていく感じなんですものすごく勉強になりますありがとうございますあくまで個人の感想ですいやでもサビのその入りからってところは皆さんにも注目して聞いていただきたいですね。そうですね、もうそこぜひ皆さんお願いします、はい、皆さん注目してください、はい、ご自身がご出演されているアニメのオープニングテーマソングをご自身で担当するという、うん、この点についてはどうお考えですか。出演しているからこそ役者として中に深く入り込んでいるからこそ見れる部分、うん表現できる部分っていうものを必ず入れたいなと思って、はい、とにかくあのシナリオをより読み込んで、で多角的に見れるような作りというか、はい、その主人公だけの目線じゃなくてやっぱりその自分がキャラクターとして入ってるからこそいろんなキャラクターと接するじゃないですか。だから心の揺らぎみたいなものをいろんな角度から捉えてるのでそういったところも詩を書くときに入れられたりとかできるといいなと。この玉尾役はそれこそもう20年ぶりにまた演じられるっていう点でもなんかすごくファンの方も嬉しいのではないのかなと思っておりまして、もう私別の方に変わってたらどうしようと思ってそうあの最近強い女の人の役が多いからあのまだ私可愛い役できますと思って心の中でアピールはしてたんですけどもうバシッと届きましたよかったです本当に変えられなくてよかったと思って素晴らしかったです次はですね、吉田さんにお話をお伺いさせていただきたいと思いますが、はい、今回私は吉田さんと初めましてということで、はい、初めましてよろしくお願いいたします。はい、今回リリースされるシングルの表題曲葉月というタイトルになっておりますが、はい、このタイトルをつけられた由来はございますか。これは原作のシャーマンキングを、はい、拝見させていただいた時に、はい、結構そのタイトル案っていうのはいろいろ副案あったんですけど、はい、なんか自分の中で、まあ、主人公の名前であったり、うん、まあ、すごい主要なキャラクターたちの名前を並べた一回リストにして書いた時に、はい、なんか
雨が降っていて、それをなんか傘の代わりに葉っぱでこう傘代わりにしてる絵がすごく情景として浮かんだんですね。それで、ああだったらなんか葉の傘っていうタイトルを仮で入れてて、でもそのままだとちょっと日本語が直接的すぎるんで、僕の中では雨は降ってるんだけどちょっと夜というか明るいところよりも夜のイメージが作品としてあるので、なんか葉っぱにつきで、まあ、葉月、まあ、秋も感じられるし、すごくカタカナにした時になんか意味合いを考えてこういう意味なのかなってリスナーの方が、あ多分葉月って漢字の葉月なのかなとか、うん、人の名前なのかなとか、うん、なんかそういういろいろ想像してもらえそうだったので、あそこ も委ねてっていう形で、はい、でもなんか葉月という植物は花言葉も素晴らしかったですね。アイボっていう方が出てきて、そういう意味でさすが女の子すごい、あいやいやいや、やっぱ男ってあんまりそういうのってちょっと縁遠いじゃないですか、うんうん、そうですね、僕もその仕事で素敵な言葉を探すときにようやく花言葉とか、うん、そうだったんですね。でもそういう思い出っていうのが聞けて私も嬉しいですし、ファンの方もね嬉しいと思うんですけれども、とても切ないような歌詞がすごく自分の中で印象的で、この吉田さんがこの詩を書かれた際に、まあ、意識されたことだったり、はい、あとはこうここを注目して聴いてほしいなっていうポイントなどはあったりされますか？結構アニメの曲を担当させていただく機会がありがたいことに多いので、はい、結構アニメの中であったり、まあ、いわゆる原作から抜粋し、ストーリーから抜粋したワードを結構引用することが多いんですけど、はい、今回の葉月はあのシャーマンキングのエンディングとして歌わせていただくということで、はい、キャラクターの名前を歌詞の中に何回も出してくるんですよ。アンナであったり、またむねであったり、はい、なんかそういうちょっと言葉遊び、作品のちょっとメタ的な要素を入れて、かつあのアニメを離れて、いわゆるそのアニメは見てないけれど街中でふと曲が、僕らの曲がかかって、はい、あ気になるなって聞いてくれた方、アニメ外から入ってくれた方にもちゃんと整合性が取れるよう なんか歌詞の内容にはしたいなと思っていて、でアニメの中のいわゆるストーリーにかけた部分と、はい、現実世界でまあ本当に大切な人を失ってしまった悲しみ、僕だいたいバラード書くとき、だいたい幸せにならないんですよ。いやあよかったね、結ばれたねの曲が多分書き下ろし提供もの含めてほぼないですよ。だいたい僕の人生観というか実体験も含めて、はい、あの幸せってあるときにはやっぱあんまり気づけないもので、なんか あの人って僕の人生においてすごく大切な存在だったんだっていうことを、はい、あの後から気づくことって多いじゃないですか。なのでなんかその、まあ、後悔ではあるけれど、それがなんか次の自分の人生、新しい人生になんか生かせたらなっていう、まあ、ちょっと反省ともまた違うんですけど、はい、決意であったり決別とか、まあ、いろんな気持ちを込めたなんか歌詞にしたいなと思って、今回もちょっとさよならというか悲しみを背負いながら生きていこうっていう歌に、そういう感情を誰しもがきっと抱いているものだとは思うんですけど、詩にして歌にして届けられるっていうところは誰しもができることではなく、いやいや、もうそれは吉田さんのお力で本当に素晴らしい詩でした。ありがとうございます。ゆうまさんにお伺いしたいと思います。はい、お願いします。はい、9月に発売されたアルバムの表題曲イコールの MV 見させていただきました。うん、ありがとうございます。もうすごく楽しそうにダンスをね一緒に踊っていらっしゃった、こう印象的な映像だったんですけれども、はい、あとブレイクダンス主体の、チーム構成エイトロックスさんとコラボしたミュージックビデオ、はい、DNA でも激しいこちらはダンスパフォーマンスを披露されておりまして、そういう MV 撮影の際ってどういう雰囲気で撮影されてるんですか？やっぱそのチームの空気感ってやっぱ映像に出ると思うので、はい、やっぱ撮るときは、まあ、みんなが楽しんでいいものを作ろうってなれるような空気を作ろうっていうのはすごい思ってます。自分のパフォーマンスはもう 前提としてその日をこうみんなで最後、いやいいもん撮ったねっていうところまでみんなで走る、それを大事にしますね。ゆうまさんがいる現場はいつも笑顔があふれていますもんね。なんかその秘訣とかあるんですか、いつもこの光を放つ秘訣みたいな。2秒に1回イエーっていう2秒に1回イエーっていう誰かと何かやってる時ってやっぱここのこう空気感で今の良かったらとか、なんか今のテンション上がるなっていうのは絶対生まれる、はい、それを感じることがやっぱり大事だから、するとお互いがいいものをこう
出していくと多分それを受け取った側もあ、じゃあもっとこういういいの出してみようとかっていうのが相乗効果で起きる、もう本当にそういうダンサーチームとも撮ってる時は一緒にこう今のめっちゃタイミングも良かったし表情も良かったしバッチリだったねみたいなあの盛り上がってそうそうそう超楽しかったじゃんっていうのを MV からもやるし、まあ、ライブだったらもうお客さんとそれをコミュニケーションでやるしみたいな、そうやってコミュニケーションで作っていくっていうのは大事かなって。今までダンスを習ったこととかが特になくて。ないんだ。あ、そうですね、うん、で作品のライブとかでそのダンスレッスンみたいなところで何度かっていう経験はさせていただいたことはあるんですけれども、うん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 、そんな中もうゆうわさんはキレッキレじゃないですか。いや教えてください、うん、コツとかありますか、ゆうまさん。頑張る僕も20歳超えてから、はい、そのお仕事で初めて、うんうん、あの踊る機会をいただいて、だからあの小さい頃から踊ってきたとかいうわけじゃないんですよ、はい、で本格的にダンス始めたのはアーティスト活動するにあたってどういう音楽のスタイルやっていくっていう話になった時に、自分が好きだった今までの音楽とかアーティストさんとか見てて、はい、自分もやってみたいなって思ってたやっぱダンスボーカルっていうのに挑戦したいってことでやらせてもらってるんです。僕もそういう意味では全然こうまだまだもっともっと自分としてはもっとこうなりたいとかっていう技術的な面でのこう願いっていうのはたくさんあるし、それをまあレッスン重ねたりするけど、でもまあ最終的にはやっぱりそれを見る人がどうその感じてもらうかってことが大事だから、もうそのぶっちゃけ間違いも多いし楽しくなるとめっちゃ間違えるんですよ僕は。まあ、その場のそうそう一個先にあ振りがいったなみたいな、うん、体が先にそうでもかっこよくごまかすみたいなみたいな、いや素敵ですよみたいな、でも、はい、それのがやっぱでもライブ感だったりするし、確かになんかお客さんにその時だけしかじゃあ見れなかったものにも一個なるし、気持ちとしてやっぱお客さんに何届けたいかっていうのを大事にして自分の中でこう、まあ、積み重ねていくってことが大事かな。だからもう楽しいって気持ちだったら、うん、持って踊ってたらそれは伝わると思うし。なるほど、素敵ですよ。ハピネス、ハピネス元気をもらっております。今さいつも向上心チャレンジ、もう下手でもいいがまずやってみようみたいな、そこからちょっとずつ重ねていこうっていう感じでやっていくのがなんかね楽しいしいいかなって思ってますね。わかりました、うん、じゃあもうその気持ちで私もダンスなり歌なり頑張っていきたいと思います。今さんありがとうございました。ありがとうございます。そして皆さんお話ありがとうございました。ありがとうございます。おみほの気になる話のコーナー、イエーイ。集中力か、はい、あのとにかくやっぱキングのアーティストの過激なノリもちょっとすいません、やり直していいですか